皆さんこんにちは。テレビ福島アナウンサー田中佐穂です。いつも元気チェック担当しています。さて今回のこの企画、福島グルメ Q ということで、このカゴの中に入っている福島グルメを当てていくというクイズになっております。今回私 YouTube の企画も初挑戦なのでちょっとドキドキしておりますが、ヒントがどうやらあるということなのでいただきたいと思います。はい、今回のキーワードこちらです。須賀川パン、ソウルフード、甘い。うん、私パンのコーナー担当しているので結構県内のパン情報詳しくなったかなと思うんですけど、今のところ意外とちょっとキーワードがざっくりふわっとしているのでまだピンときておりません。ということで早速このキーワードを持って社内の人に聞き込み5分間していいということですので早速行ってまいりたいと思います。これ誰に聞くかも結構重要だと思うんですよね。私なので須賀川、この前、福島省、あ、福島省この番組で特集をやっていたので担当のディレクターさんにお話聞いてみたいと思います。ふみかさん、すいません、お仕事中ちょっと聞いてもいいですか。グルメQの企画で今撮影中なんですけど、このキーワード、須賀川パン、ソウルフード、甘い、わかりますよね。行きましたまさに富岡さんがロケ行ったとこですよね、ってことですよね、だと思いますね。じゃあ一思いに正解教えていただいてもいいですか。ウルトラマンパン、おじゃないの。じゃあそれで答え出してみようと思います。お願いします。ありがとうございます。いや、ふみかさんね、本当頼りになるんだね、仕事できる女は違います。じゃあ戻ってみましょうか。こういう名前だったんだっけ。では正解はこちら、ウルトラマンパン。どうでしょうか。いきます、パンパカパーン。あれ違うなあれ、ウルトラマンじゃない、何ですかねこれ。クマタパン、え、クマタパンって書いてある。ちょっと想像と違うし、おまんじゅうみたいですし、そもそもこれ私外したの初めてじゃないですかね。みんな当ててたのに。ただいいんですよね、外しても特別ルールで食べてはいいというふうに私話聞いてますので、いただきたいと思います。ん、意外とこう硬いというかしっかりしてるんですね。こんな感じ、お砂糖ですかね、まぶしてあるの。いただきます。ボロボロになっちゃう。あ、でも甘いというキーワードありましたけど、意外とこう見た目よりは甘くないとか、甘すぎない、お砂糖ですよね多分。こうジャリジャリっとした食感が楽しい一品です。うん、美味しい。これはでもパンなんですか、ちょっとずるくないですか正解メモが届きましたのでちょっと読んでみたいと思います。熊田パン、熊田パン本舗、秘密の県民賞でも取り上げられた須賀川市民のソウルフード、戦後お砂糖の販売自由化に伴い熊田パン本舗の初代が考案した商品。黒糖で作った生地をあんこで包み、一つ一つを小判型にして焼いた後、隙間なく砂糖をまぶして作られた素朴なお菓子。ほらこれお菓子って言っちゃってるしね、パンじゃないじゃないね。これちょっとずるくないですか1つ110円で10個で1200円、箱に入ってるそうですね。
でも確かにこれこういいかもしれない、県外の方へのこうお土産だったりとか。うんうんうん、うん、おいしい。